で、カッコ1とカッコ2のそれぞれの場合を考えていきます。あとは丁寧にやるだけで、まあ、正面突破はやりたい人がやってくださいですが、やりたいことがあって、まあ、1回ぐらい練習しといた方がいいのかもしれないけど、まあ、上手い解法を紹介するということを優先しまして、で、で、ここからもう場合分けを丁寧に、中身を丁寧にやっていくわけで、x2 乗足す 4x 足す a が、イコール0が、まず10回を持つ。20回って、まあ、2乗定式で20回ですから、それで全てで、だから単に10回といっても、まあ、紛れることはないわけですが、で、この時っていうのは、まあ、2次方程式が20回を持つですから、x2 乗足す 4x 足す a イコール0が20回を持つ必要十分条件は、判別式が0ですよね。判別式と、判別式 d でもいいけど4分の d でいきましょうか。そうするとマイナス2の2乗を引く 1×a イコール 4-a イコール0。判別式が0、二次方程式が10回を持つ条件が判別式イコール0、すなわち a イコール4。ただしこれは必要条件です。必要条件に過ぎないということは十分性の確認をしなければいけないということで、なんでかというと、判別式が0ってことは二次方程式が10回を持つということを保証してくれていますが、さらに今我々はその解が1でないという条件を求めています。で、このことは判別式だけでは何とも言ってくれないので、さらに条件追加してやらなきゃいけないわけです。その条件をも満たしてくれるかどうかというのは、十分性の検証をやらなきゃいけないわけで、これ検証します。この時、二次部分は二次方程式、二次方程式アスタリスク、アスタリスクで、アスタリスクは x2 乗足す 4x 足す4イコール0となって、で、これまあ、因数分解簡単できますけど、 x 足す2の2乗イコール0であるから、この解は x イコールマイナス2で20回です。で、1でない20回であるということを確認しましたから、これは条件を満たします。これはっていうのは、すなわち a イコール4っていうのは、この問題の条件を満たすような定数の値になっているということです。で、これが十分性の確認ということです。だ、 a イコール4の時点では求める a の値の候補に過ぎないということです。で、その時に本当に大丈夫かっていうことですが、まあ、二次部分の解が10解で1でないということになったので、元の三次方程式の言葉で言うと、三次方程式の一般に3つの解っていうのは1とマイナス2とマイナス2ですから、確かに異なる解が2つになっています。まあ、そんなこと分かってると思うかもしれませんが、一応最初の言葉に戻って考えておきます。二次じゃない部分の解が何だったかということをちゃんと思い出しておかなきゃいけない。今の場合はそれが1だっていうことを簡単に分かってるからいいですけど、もうちょっと状況設定が複雑になったら、ちゃんと元の問題に戻って考える習慣をつけた方がいいでしょう、ということで一応言及しておきましたけど、で、そうすると残りの場合を考えるのを丁寧にやっていって、場合2の時っていうのは場合1はもうこれで完璧に終わりですよ。A について1個しか候補が出てこなかったから、これしかもうないわけです。
で、必要条件から絞るっていうことは、A は宝が1個です。もしかしたら、これがダメで、条件満たなくて、こっから1が、そうですね、1が出てきちゃったらダメなので、X イコール1っていう解が出てきちゃったら不適ですから、その時は、カッコ1の場合から出てくるの問題の回答になるような A の値は0個、ないということになります。その場合もあり得るんですよ。この場合はたまたま十分性も満たしましたから、運が良かったですね、ということですが。で、カッコ1はもうやりきってるからカッコ2に行って、で、これ同じアスタリスクなんですね。だけど紛らわしいから方程式 x2 乗足す 4x 足す a イコール0はと x イコール1を解に持つから、これ重解にならないことが大事ですが、代入して1に乗足す 4×1 足す a イコール0、すなわち a イコールマイナス5と。これも必要条件です。だからこの二次方程式が x イコール1っていう解を1個持つから、少なくとも a はマイナス5以外はありえないってことです。で、この条件がの最後までいって、だから三次方程式の異なる解が2つになってれば十分性は満たされますが、そうでなかったらこれは不適になって、もうこのカッコ2っていう場合からは解がないことになり得ますから、その十分性の検証をやっていきます。で、この時と二次方程式アスタリスクはと x2 乗足す 4x-5 イコール0となって、これも因数分解できますよね。x 足す 5×x-1 イコール0ですよね。で、この解は x イコールマイナス5と1ですよね。で、それは解の一つが x イコール1で、もう一つの解が1以外、マイナス5は1でないですから、条件を満たします。で、さらに、元の三次方程式の言葉に戻って注意しておきますと、まあ、ちゃんと前分けのところで丁寧に条件書いてるからもう大丈夫なんですが、念のためにやっておきますと、三次方程式の三つの解っていうのは、さっきに求めた x イコール1、だからここの x イコール1っていう因数に対応してる部分ですね。と、あと2項が残りの x に乗足す 4x 足す a イコール0部分から出てきて、それがマイナス5と1ですから、1とマイナス5と1で、異なる解としては、2つと。したがって、a イコールマイナス5っていう解の候補、必要条件は十分性を満たすと。で、カッコには候補がもう1個、a が1種類の数しか出てこなかったので、これで終わりです。で、場合分けが、カッコ1、カッコ2で全て尽きているので、以上より、以上っていうのは場合を分けて、で、その場合が2通りあって、その2通りを全て検証し終わりましたっていう意味です。だから、まあ、以上、カッコ1、カッコ2よりというような書き方をすることもありますが、非常に強いことですよ。漏れなく、まあ、あとは、ここではあまり考えなくていいかもしれないけど、ダブりなく。漏れなくダブりなくは大事なので、そういうことを完全に検証しきった上で以上よりと書いてほしいですが、問題で問われていた A の値は A イコール4とマイナス5と。で、まあ A の値しか聞かれてないから、その時に異なる解がどうなってるかということはあまり気にしなくていいわけですけど、まあ実際にその解がを求めてきちんと十分性を確認していたので、A が4の時と方程式の異なる解は1とマイナス2で、マイナス2側が重解になっている。で、もう一つは A イコールマイナス5の時で、この時はと異なる2つの解が1とマイナス5で、1側が重解となっている。で、まあ場合分けを丁寧にやったので、これらが全てであって、A の値の問題問われた答えっていうのは実は2通りあると。いうことがわかります。
でもちろんそれぞれの時に対応してこの方程式は因数分解できますけど、 A4 を代入すると左辺が x-1×x+2/2になって、で a=-5 を代入して因数分解すると左辺が x-1×x+5 になるかな。でまあそれはちょっとここではもうだらだら書きませんけれども、確認としてはそれもきちんと成り立ってますので、ぜひやってみてください。